皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのぐっちです今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします本日のテーマはこちらですドナックルサーブについて皆さんに紹介しようと思いますで、これはドナックルサーブというのは一体どういうサーブかと言いますと超無回転サーブになりますもう私の動画では結構回転系のサーブが多くまあいっぱい出してきていましたが今回切れてる切れてるっていういろんなサーブの中に この超,ドナックルサーブ超無回転サーブを1本同じ振りのままで混ぜることで相手のレシーブがもう一気に混乱するといった状態に落ちやすいサーブを紹介します。 手順一つそれは皆さんのサーブ下回転横回転巻き込みサーブなどいろんなサーブがありますで今回はちょっと下回転で例えさせてもらいますで下回転を出す時にラケットの右端で打球して下回転サーブを出してみてみください実はこのドナックルサーブの秘密は通常のナックルサーブと何が違うかと言いますと通常のナックルサーブは皆さん ラケットの真ん中に当てて無回転サーブを出していると思いますサーブを切るときと同じような打球の仕方をナックルサーブでもやるんですけどこうしますとちょっと切れてしまうんですよね。ナックルサーブと言いつつ厳密にはボールが下回転の振りのナックルサーブをしてもボールが下回転をちょっとだけ回っていますほんの少しビビ,もうビビたるものなんですけど少し下が入ったナックルサーブになるため例えば相手がそれを突っつきしますそうすると 浮いてはくるんですけどただちょっとしか浮いてこない相手がレシーブミスをするというよりかほんの少しボール1個分2個分台からボールが高くなって上がってくる程度なのであのそこまで強烈なサーブにならないですですが今回のドナックルサーブはナックルサーブよりももっと無回転本当にボールが回らないこのメーカーのマークがもう見えた状態で相手コートに行くもうメーカーのマークが見えるぐらい回転がない 状態を作り出すことができます。で、それはこのラケットの右端で打球するっていうことなんですが、このラケットがありましたら、皆さんこの右端、一番右端ですね。ここで打球して同じ振りのまま下回転サーブを出してみてください。切れるサーブは基本的に真ん中で切ったり、左まから左から左端から切りに行くような横回転でもですが、切らないときはこの右端 右端に当てるように意識して同じようなサーブを出すと同じ振り方でこっちはもうドナックルもう回転を作り出せないのでもう何で作れないのかちょっと分からないんですけどこれ右端以降にラバーがないラケットがないっていうことで右端って結構弾けてしまうんですよね。 どんな方でも本当に無回転のサーブができるようになります本当にナックルよりももっと回転がない状態ですのでツッツキをした時のボールの上がり方がナックルサーブよりももっと上がるで、相手がレシーブミスオーバーミスする可能性も高くなってツッツキが浮きやすいっていう状態が生まれるようになります 下回転でまず切れてる真ん中か左前かこういう打球です切れてるサーブ同じ振りのままでこのままで右端に打球これがドナックルですこれは切れてるこれは切れてないドナックルこれはドナックルこれは切れてるっていうふうに今同じ振りのままで回転量がもう全然違うブチ切れと。 ドナックルといった強烈な回転量の差をつけて出してみましたもうやっぱり振り方は同じでただだ当ててるるる場所を変えてあげるだけだから要すすに簡単なんですよ、ね、例えば横回転サーブでも通常の横回転の切り方はこう左端から左側から真ん中にかけてこう切るもしくは真ん中でこうやって切るような横回転が多いんですがそこで勝負どころで同じ振りのままただ右端に当ててあげる。これ今 ドナックルサーブですそうしますとこう回転の幅がすごいドナックルって本当に無回転なのでほんとで皆さんのいつもの切れてるサーブとの差がより広くなるサーブでやっぱ一番効きますのは回転量の変化ブチ切れとドナックルが両方あると切れてるサーブも効くようになるしドナックルもふかしやすくなるといった効果が起きやすいです。 で巻き込みサーブはいろんな捉え方がありますが切る時に真ん中に大体打球しますでその時にここの右端番ラケットのとにかくここの位置ここの位置ペンでも一緒ですねそれで巻き込みでここに当てるとちょうどナックルサーブが出せるようになりますでそれに切れたサーブナックルサーブ分からないですもう同じ振りです口で言えば分かりますがもう同じ振りで サーブの回転が全然違うといったサーブが出せるようになります。ということでこのドナックルサーブは皆さんの今持っているサーブにこの回転を作り出せない位置右端のサーブを同じ振りのままで付け加えてあげるだけもうこれだけで相手のレシーブがふかしやすい強烈なドナックルサーブが出せるようになります。よかっったたらやててみてくださいいありがとうございました